油揚げ大好評だったのでシリーズ第2弾ですね。もうね、今回はキッチンバサミで切ってスプーンで詰めて焼くだけなので超簡単です。さあ、今回もババッとバボご飯をご視聴いただきありがとうございます。今回は油揚げキムチ納豆チーズです。ちょっとね、タイトル考えるのめんどくさくて言えるものを全部書いちゃいました。はい、まあ、油揚げ大好評だったのでシリーズ第2弾ですね。前回はトースターでやりましたけども、今回はフライパンで簡単にサクッとやみつきになるような感じのレシピなので、早速紹介していきたいと思います。ババッとババご飯。油揚げキムチ納豆チーズ、材料はこちら。油揚げ7枚、キムチ 80g、 納豆1パック、溶けるタイプのチーズ 50g、 めんつゆ小さじ2、水小さじ2。じゃあまずはキムチですね。キムチを入れます。で、キッチンバサミでちょっと切ります。まな板でやると、あの、赤色とかついちゃうので、ボウルの中でもやっちゃいます。はい、そして溶けるタイプのチーズですね。で、納豆です。で、こちらね、また、で、ね、はい、じゃあこれをもう混ぜちゃいます。前回はこう分けてこう乗っけたんですけど、今回混ぜるんですね、はい、混ぜちゃいます、もう一気に。で、なんとなくまんべんなく混ざりましたら、もうワンスプーン取ったものを詰めていけばですね、大体均等に入っていくので、こんな感じです。じゃあ油揚げを切りましょう。油揚げの端を切ります。ちょっと包丁でね、切るのめんどくさいなって時はキッチンバサミで。よく、あの、包丁でそういっぺんに切り込みを入れるっていうのを見たことあるんですけど、切っちゃうんですね。もう切っちゃって中に入れてしまえば、あの、楽なので、はい。で、こんな感じに簡単に開きますんで、開いたら1個につき1個入れて、で、こちらですね、まあ、このでかいボウルの上でね、ざっとやればちょっとこぼれてもね、この中に入りますんで、こんな感じです。もう中のね、具材の分量はお好みで、で、これ中もそんなにこぼれたりしないので、もう口は閉じません。バランスよく入りきらなかったら、あの、後でまた足したりもできるので、なんとなくいきましょう。僕はもうこの油引かずに作るので、このまま油揚げ使っちゃいます。油揚げの油抜きしたいという方は、熱湯をかけたり、キッチンペーパーでね、挟んだりして、油を取ってください。よく油揚げがこう、 うまく開かないっていう時があるんですけど、そういう時はどうしたらいいですか？はい、なんかお箸でコロコロしたりとか、あの、この上をですね、くるくるやったりとか、まあ、でもこう、なんか開きやすいメーカーを見つけるっていうのがいいんですかね。あるんですね。多分メーカーによって、あると思います。じゃあこちらを焼いていきましょう。じゃあこれも中火で焼いていきます。これで蓋をせずに焼くと、もう外がカリッと焼けますんで、焼けたら、あの、程よい感じでチーズも溶けて、で、納豆にも火が入りすぎずっていう状態ができると思いますんで、じゃあちょっとね、味付け用にめんつゆで最後味をつけましょう。2倍濃縮タイプなんでね。2倍濃縮で最後にかけます。全然出てこないでしょ、意外と。中の綺麗に収まってますね。はい、やっぱあんま詰めすぎてないぐらいが食べやすいかもしれないですね。軽めにしといたら
量たくさん食べれますんで。これ2回目なんですけど、馬場さん他に油揚げって何詰めます？他には何でしょうね、油揚げに詰めるもの。納豆を詰めるのはやっぱ好きですね、僕は。あとシンプルに焼いてね、生姜醤油で食べるのも美味しいですよね、油揚げは。鍋に入れたりとかが多いですかね、味噌汁とか。パンの代わりのね、パンだと思えば、パンに合うものも基本的に合いますからね、油揚げ。ただピザ用チーズみたいなね、入れて焼くだけでも美味しいでしょうしね、ピザソースかけて。いいですね、焼けてきました。蓋してないんで、こうカリカリに、カリカリですよ。で、中の具材はしっとりなんで、このぐらいね、焼き色がつくのがいい感じの食感のポイントですね。いいんじゃないでしょうか。はい、焼けてきました。じゃあここで最後に味をつけます。ダイレクトに揚げにかかるとカリッと部分がなくなっちゃうので、はい、片面だけでちょっとカリッと食感も残したいんで、こんな感じで完成ですね。じゃあ盛り付けていきます。お、いい感じに色づいてますね。めんつゆがね、いい感じに焦げていいですね、いいですね、いいですね。よし、はい、こちらで油揚げキムチ納豆チーズ完成しました。それではいただきます。いただきます。うんうん、美味しいですね。うん、油揚げが香ばしくて、納豆の粘りとキムチとチーズが絡まり合って、うん、ご飯のお供にもお酒のあてにもいいですね。めっちゃ簡単にできるんで、うん、おすすめです。最後ね、めんつゆで味付けしましたけど、別に醤油とかで食べてもいいと思いますんで、はい、この中にご飯詰めちゃってもこのままご飯と一緒に食べちゃうっていうのもね、いいかもしれないですね。ウインナーとか入れてもいいかもしれないですね、お子さんとかいらっしゃるからね。はい、というわけで今回は油揚げキムチ納豆チーズを紹介しました。よかったら皆さんも作ってみてください。そしてチャンネル登録と高評価の方もぜひお願いします。以上、ババッとババご飯でした。ありがとうございました。